はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。3時半になろうとしていますね。はい、2月はですね、14日の火曜日でして、18度ですね、この部屋。千代田区8度、寒はい、まだね、この部屋はいいんですよ、18度ですから。これからで、ね、寒くなっていくんで、家は。どうだったでしょうね、ドルオンは。うにゃうにゃ、ちょっと弱いですね。1269.09 ということで、やっぱりね、ドルオンというのはね、午後に弱いんですよ。で、夜の部もっと弱いんですよ。朝は強いね、午前中強いね、大体ね。まあ、最近の傾向でございます。はい、行きましょうか。本題はこれでございますね。日本経済新聞ですね。あれなんです。この関係ですね、ちょっとですね、講演に呼んでもらったりしてるんでですね、あんまりですね、このメディアには逆ろうたらあかんねはい、逆らってませんけどね。はい、行きましょう。 FT、 これはフィナンシャルタイムズですね、からの記事でございまして、有料会員記事ですが、開けてません。こんなタイトルですね。FT、台湾中国軍の気球が頻繁に飛来、侵攻の懸念深まるという記事でございまして、読めるところだけ読みますね。台湾はここ数年で領空に飛来した中国軍の気球を数十回確認した。数十回ですよ。従来知られていた回数よりはるかに多く、中国が台湾侵攻に向けて準備しているとの懸念が強まりそうだ。台湾のある高官は極めて頻繁に飛んでくる。前回はほんの数週間前だと語った。この問題について説明を受けた別の関係者は、そうした領空侵犯は平均して月に1回起きていると述べた。これまで台湾国防部、国防省は昨年2月の領空侵犯1件しか公に確認っていうとなってですね、こういう有料記事になってます。まあこれもここだけ読めば大体内容はわかるんで。中国はね、今回アメリカに気球を飛ばしてですね、核ミサイル基地なんかの情報を探ったとされていますけども、本来中国の場合、アメリカと何かことを構える前にとりあえず台湾を取ってしまうというのが本来の中国のモチベーションだと思うんですよ。だからアメリカのそんなですね、核ミサイルの基地よりもですね、台湾の軍事情報をもっといっぱい欲しいと思ってるわけですから、当然気球もいっぱい飛ばしてるだろうと思います。これね、どうでしょうね、今回のこの事件でね、対気球兵器っていうのがですね、まもなく開発されるんちゃうかなと。というか今あるですね、安価なですね、ミサイルを気球用に、変えることもできると思うんですね。なんとなく私の想像の範囲ではね。で、サウスカロライナの沖に落ちたあの気球はですね、F-22 という、 もう最新鋭の戦闘機がですね、上がっていってですね、サイドワインダーっていうですね、まあ、一発5、6000万するミサイルを使って落としたんですね。撃墜したんですね。で、ちょっと高いやんと僕は思うんですよ。もうちょっと安くなんとかならへんのと。ただ、上空22キロとかそういうところを飛んでるらしいんで、なかなかこれがね、そんなん、あんなんね、ゆっくりしか動かへんやから落とせるやんと思うんですけど、そこまで上がれる戦闘機って自体がいないんでしょうね。ただ変な話ね、変な話ね、気球であれば上がれるわけでしょ。対気球、撃墜用の気球を上げりゃええだけの話なのと僕は思うんです。どういうことかというと、中国の技術、中国の作った気球と同じレベルの気球なんて、ちょいで作れるはずなんですよ。で、そこにですね、バルカン砲かなんか積んどきゃいいわけですよ。まあ、バルカン砲で普通の機銃でもいいと思いますけどね。ほいで上げてですね、いっぱいそのラジコン的なですね、操作できる機械をつけといてですね、カメラつけといてですね、で、おい、気球来たやって。で、丸っこいのってね、バカでかいわけでしょ。
スクールバス3台分とかでしょ、絶対当てるの難しいないよ、そんな。で、そこにビビビンって、機銃を撃ったらですね、ピシュッとなって落ちるんちゃうの。で僕はそう思うんですよ。だから、今ある戦闘機とかをね、高度22キロまで上げて、ね、撃つってそれ難しいかもわからんけど、気球、対気球兵器を作るなんてもうちょちょいのちょいでできるんちゃうのと、私は思うんですよ。だから台湾ね、早く作りいいな。台湾で十分できると思う。それも、そんなんね、何年もかかるような代物ではなくて、ただ気球作ったらやるの話やん。そうでしょ。でそれでドローンみたいに遠隔操作でですね、ウェーンって言って、で機銃撃ったらええだけでしょ。そんなやったら5000万も6000万もするね。サイドワインダーを撃たんでもね、来た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 でって。で大体気球ってそんな範囲動けへんでしょ。だから難しくないと思うんですけどね、だから片っ端から落としたらええねん。自衛隊もね、戦闘機で落とせるかも分かりませんけど、日本も早くそれ作ってね、でいっぱい上げといたらね、上空に。あらかじめね、で上げといて、で24時間で上げといたらね、中国の気球ってね、300日飛行できるって言うとるんですよ、あいつらね。ということは日本もね、気球ね、変な話ね、上げといて、上げて、風が強い、風ってでもあんまり吹いてませんもんね、高度22キロとか言うと。操作しておいてね、常に同じところにいるようにして、ほんで、トロッとですね、入ってきたらですね、そうビーって寄ってってですね、射程距離まで寄ってってですね、500メートルぐらいまで行けば十分やと思うんですけど、寄ってって、バン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 って撃ってですね、落としたらいい。それはちょっと住宅地に落ちてくるかもわかりませんよ。かもね。でもそんな言うたらしゃあないやん。そういうリスクはあるんですよ。まあアメリカみたいにね、海の上まで行ってから落とすってもありますけどね。まあそれはディティールはですね、考えたらいいことですけど、日本は法的にですね、領空侵犯機に対して、ですね、撃墜するというような法律が整備されていないらしいですね。はよしいな、それ。整備したらええだけやん、そんな。そんなんね、そもそも日本の議会は自民党が多数なんですから、出して可決したらいいだけやん。公明党とか共産党とかアホな連中はですね、反対するかも分かりませんけど、もんなもんなパッパッパッとやれんよ。国民的にはですね、大賛成なはずですよ。撃墜項目を作るというのもですね、気球、撃墜用のですね、気球を作るというのもですね、まあ、そんなに難しくない話だって、両方ともそんなに難しくないわけだって、これからやらなあかんもん。そんな、それやっといたらね、そのうちこういうようになりますから、この気球も。だって効率悪いでしょ。他国の領空侵犯したら落とされる、簡単に落とされるっていうようなものであれば、今まで多分ね、見逃してきたんだと思うんですよ。あるいはそんな大したことないやろうと思って、まあ見えひんかったことにしようぐらいに思ったんちゃうんですかね、アメリカも。で台湾にいっぱい来てるということはですね、中国は台湾のですね、そういった情報をしこたま集めていたということですね。だから変な話、中国本気でしょうね。本気で台湾に行こうというふうに考えてるんだと思います。だから台湾もね、真剣に、まあ、防衛を考えなければですね、いろんな説ありますけどね、24年中とかね、来年中とかね、25年とかね、25年までとか、27年説も出てきましたけど、まあ、どれもどれもですけども、そのうちあると思いますよ。僕の生きてるうちにはあるんちゃいますかね。あと14年半予定してますけど、多分その間に私は見られるんちゃうんかなと。まあ別に時間に見るわけちゃいますよ。ニュースとか、リアルタイムのニュースとかでそれを知ることになるんではないかなと。で、習近平さんもね、もうそんなに若くない、70歳やったかな、でしょ。なんで、まだ自分が元気なうちにというふうに考えればですね、この1、2年にあっても不思議はないし、その24年説、25年説なのは、有効なのはアメリカの大統領選挙なんですね。来年は大統領選挙であまりですね、身動きが取れなくなると。で次の大統領に代わってすぐはですね、空白期ってありますね。25年の1月ぐらいはですね、空白期みたいなものですから、そこで来るんちゃうかというような説もあります。
ここのとこ最近ニュースを見てますと、中国ってあんまり賢くないですからね。正しい判断を、国際情勢について正しい判断をしているような感じには とても見えないわけですよ。だからとっても僕らがですね、そんなありえへんやんみたいな、不合理やん、そんな合理的に考えたら絶対ないわみたいなことをもうやらかす可能性が十分にあります。まあ気球をね、いっぱい飛ばしてたっていうのは、あるいはその証拠、エビデンスではないかなという気もしますね。はい、ということで、この開ける前の日経新聞のですね、アドレスを貼っておきますんで、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。